内山美恵です前回前々回とスノーボードのルールや競技説明でハーフパイプスロープスタイルの順で説明してきたんだけど今回は3つ目スノーボードクロスについいいいての競技説明を行いたいと思いますスノーボードクロスは前、ボーたークロス っていう呼び名があったんだけど最近はスノーボードクロスっていう名前で統一されてます8年ぐらい前からオリンピックで正式種目にもなったんだけど競技自体はそれよりも前からあったんだよね私が出ているプロツアーの方なんかではもう超前からアマチュア戦でもあったしプロツアーの方でもちゃんとしたカテゴリーではありました オリンピックの方では、鳥のオリンピックの時の2回前かなから正式種目になりました。スノーボードクロスとは大体いいね、4人から6人ぐらいで、例えるなら、あれだ、運動会でやる障害物競争みたいな感じ。スタート台に、 4人ないし6人ぐらいが1列に揃ってスタートコール一斉にスタートをしてコースの中にある障害物とか弊害をこなしていって一番早く最後のゴールをした人が1位技とかわからなくても一番早い人が勝つ っていう競技だからシンプルで見やすいよね。スタートしてからゴールまで過去に650メートルぐらいの短いコースもあったんだけど、だいたい1キロ以内ぐらい、1200メートル以内のコースで進むんだけど、横幅が40メートルぐらいの中に様々な障害物競争のような セクションって呼ばれるものがあるんだけど、そこを通りながら、一番最後まで、早く滑りきった選手が、勝ちです。なのでね、40メートルの幅の中に、スノーボード、シューンってめっちゃ速いじゃないですか。そこに、こう、前の選手を追い抜いたりとか、しなきゃいけないから、もちろんぶつかってしまったりとか、自分の限界スピードで、んー で追いい越すすじゃないですか最後の最後まで誰が勝つかかわらないんですよもちろんぶつかってしまっても転倒になるし前の選手が転んでしまって自分が「うわっよききれない!」っていうぐらい近かったら一緒にこうゴロゴロゴロって巻き込まれちゃってそうすると12で争ってた選手が一緒に転んでしまったら最後の選手こうシューンって抜いちゃったら勝ちだよね。 その辺も自分の滑りだけじゃなくって前の選手が転ぶかもしれないっていうことと早く滑る中でそのセクションを綺麗にこなしていかなきゃいいけななんだよねなかなか壮絶よ一直線じゃないからね曲がっていったりとかジャンプ台みたいなものとかコースがこう斜めになってるところをうまく進んでいかなきゃいけないんだよね。 抜くタイミングもそれぞれあってずっと前の選手にぴったりくっついてたら抜くタイミングってないじゃないですかなので直線でここだって決めて抜くのかこういうコースの途中でインを取って抜くのかいろいろあるんだよねもちろんね こうおいーって倒したらダメなんだけど近づいてきた時にこう当たり負けをしないようにしなきゃいけないから弾かれないようにしなくちゃいけないからハーフパイプとかスロープの選手に比べて比較的体型がマッチョマッチョがっちりしてる人が多いんだよね。使う板とかも全然違うから各競技によって選手はだいぶ特徴があると思います。クロスの選手だと 転倒の危険とか雪上の格闘技なんて呼ばれてるから比較的上の中に着てるプロテクターとかももううんうんとこ鎧のようなガッチリしたプロテクターをつけてる人も多いし板もスピードが出るように硬くて長くてなるべく走る板をワックスとか一生懸命やって で、メンテナンスもしっかりして、ワックス勝負っていうところもあるかな。前日の天候とか、雪面のこう湿度とかをすごく読んで、明日の天気はこれだから、それに合った滑走剤だよね。ワックスこれにしようとか、前日の天気の読みとか、こういかに走らせる板を作るかっていうのも、超重要で、だいぶ、 勝敗に関わってきます大会の勝ち上がり方なんだけど、4人から6人が1つのグループになって、予選の場合はそれ A グループ、B グループ、C、D とかやってグループが出来上がるんだけど、そこで大体上位半分の選手が準決勝に進んでいくっていう大会が多いかな。日本でやってる アマチュアのスノボドクロスの大会も大体そんな感じ。4人中2人が勝ち上がって、で、勝ち上がってきた選手がまた戦って、そして決勝は6人で行います。とか、私の出てたプロツアーっていうものも、そういうルールが多いかな。もう一個は、最近の国際大会で、今回もそれが採用されるんじゃないかなって思うんだけど、1人が2本を滑って、そのうちの 早いタイム、タイムで決勝へ進出っていう場合が多いです。最近のワールドカップとか今回の大会もそっちで採用されることが多いんじゃないかなって思います。スノーボードクロスにもこう空中を飛ぶキッカーっていうのもあるんだよね。だけど、スロープスタイルやパイプみたいに高さを出したり演技力っていうのは全く必要なくって いかに早くゴールまでたどり着くかっていうところでキッカーをこなしていかなきゃいけないから普通のストレートエアーとかってやるのと飛び方が違うんだよね実は。いかに上に飛ぶんじゃなくってスピードをつなげて前に先に進むかっていうところなのでこの踏み切っちゃうところで吸収動作をするんです。普通だったら上に飛ぶようにノーンってやるんだけど逆にフッ で下に下がるような感じでキュッてちっちゃくなりながら発射台のまんま上がらずに横にシューンってスピードをつなげて飛ぶようにするので皆さん観戦する場合はクロスの選手の飛び方にも是非注目してみてくださいここ滑ってく時にこういう旗見たことありません この旗にもすごい意味があって、内側だいたい短いポールっていうものが立ってるんだけど、ここの間を通りさえしてれば滑ってることになるんだけど、内側からちょっとでも外れて滑ってしまった段階でコースアウトになります。転倒してしまって間違えてこっちまで逸れちゃったーってなった時に、このまま滑ってしまうと、 もうノッットフィニシュコースアウトになってしまうんだけどこっちで転んだとしてもこここままでちゃんと戻ってての内側からスタートしてあげれば順位がつきますたまに大会で見てると転んでも一生懸命戻って滑る選手とかもいると思うのでこのポールの長さに注目してみてください。さあそれではここからはゲームのスティープで実際に一緒に見ていきましょう。 はい。今回の全体のコースはこんな感じですね。スタートしました。で、周りの選手が近いんだよ、こんな感じで。今のところ1位だね。さっき旗ありましたよね。普段はこういう感じで青い線が書いてあるから、選手も結構滑りやすいようにはなってます。わあ後ろから来るこの恐怖ね。 で、こういう感じでウェーブをこなしながら、あ、危ない危ない、そう、今のが鬼門です。この旗の内側を必ず通らないとコースアウトになって順位がつきません。で、ここジャンプがあるんだけど、なるべく板が浮かないように吸収してますよね。で、この内側を必ず通ります。はい、吸収、吸収です。なるべく飛ばないようにして、よいしょ。 パンピングって呼ばれるんだけど、体のフォームでスピードをつけるようなモーションも結構スロープとかとは違う動きが出てきます。うまいぐらいにこの地形を生かして2個一気飛びみたいな感じもありますね。さあ、最後の大きいキッカー。よいしょ。よいしょ。はい。 で、最後は直線で板を走らせてフィニッシュです。はい、こんな感じです。一番格闘技っぽくないですかスピードを速いだけだと暴走してしまって操作ができなくなっちゃうから、ちゃんと地形をこなす、こなした上でスピードをつけていかなきゃいけないから、本当に滑りの技術ってめちゃめちゃ大事になってきます。いかがでしたでしょうかこの動画が良かったら、 グッドボタンと、まだの方、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram もいますので、そちらもぜひ見てみてください。よかったら、他の動画も見てね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。